日本人、中国人、アメリカ人、魔界人、あいつらありがたき、シュイシュイ、あいつペロペロ、サンキューです。ハロー、マイネームズヒカリシーナ。こんにちは、シーナヒカリです。ケロとポップティーンのモデルをやってます。魔界のアイドル活動もしております。よろしくお願いいたします。ちょっとグレてた時期に学校にあまり入れてもらえなくて家に引きこもってて、モデルになったら見た目どんな格好をしてても学校に入れてくれるんじゃないかっていう希望とともに、読者モデルに自分で応募しました。つまり自分で応募しました。ええファンの人たちがこう服従してくれる感じについてきてくれるところがすごく嬉しいですね。残酷な感じというか、闇、ダークな感じ、ダークネスな感じと、あと医療系、包帯巻いたりとか眼帯したりとか、怪我してないけど怪我してるブラッティラブです。血とかそういう眼球とか、アイズだ。基本でも二次元が多いんですよ。人間というよりもやはりアニメの人だったりゲームの世界だったり、そういうのから、インスピレーションをすっごい受けることが多いですね。私が結構インスパイアされてる作品は日本のライチ光クラブっていうのがあるんですけど、一番面白いところたくさんあるんだけど、なんだろうな、一番好きなシーンはそうだな、眼球を舐めるところがあるんですけどアイズペロペロアイズペロペロなところです。私にとっての魔力はみんなにとっての愛なんです。だからみんなから魔力をもらいに来ました。そして人間界を侵略したいという思いを込めて人間界にやってきました。侵略したいっていうのは怖い意味の侵略ではなく、その愛ゆえの侵略といいますか、みんながピカリン様に愛をくれて、ピカリン様に服従する。そして今日から僕も私も魔界人です。日本人、中国人、アメリカ人、魔界人ですっていう風にみんなが言ってくれるように、全世界共通の魔界人をたくさん侵略していきたいなという願いを込めて、この地球人間界に降臨してきました。ミニアルバムが8月26日に発売されます。ありがとう、シュイシュイ、サンキュー、サンキューです。ライブで、まだちょっと少ししかやってないんですけど、みんなで一体になれる魔界っぽい儀式があるんですけど、その曲の名前が、土下座ないっていう曲なんですよ。土下座、みんな土下座をしてくれていて、ピカリン様に服従してくれていて、すごく楽しいいい歌になってるんで、みんなにも聴いていただきたいなと思います。土下座ないの他にも魔界の本気を見せた曲がたくさん入っておりますので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思いまかい。スコンブ1年分上納するがよろしい。 I like 銀玉、銀玉大好き。この辺銀ちゃん使えて言ってたね。丸く見せるっていうのがポイントね。ズラじゃない、カツラだ。綿棒ないと生きてけんばい、生きてけんばい。